加算機とは、加算を行う演算装置である。この記事では、デジタル回路によるものについて説明する。アナログ回路による、加算回路の一例は、オペアンプ加算回路を参照。半加算機回路図 x アを使った、半加算機半加算機は、二進数の同じ桁同士の演算をして、桁上がりは、桁上げ出力によって出力する。アンドゲート、OR ゲート、 ノットゲートの組み合わせで作ると図のようになる。入力 A、入力 B、出力、桁上げ出力の関係を示す、心理地表は次の通り。S は A と B の X はゲートによる出力に他ならない。論理の方式にもよるが、例えば酸素時スイッチのような構造で X はを直接実装できる方式であれば、直接実現することができる。 X アの実装方法の詳細については、X アゲートの記事を参照のこと。ただし加算機の場合、口述する高速桁上げのために、AND と OR を生成する場合には、それらの結果を流用することもできるので、公的な設計が違うこともある。全加算機回路図全加算機は、二進数の再開以外の同じ桁同士の演算をして、回からの桁上げ入力を含めて出力する。 回の桁上げ出力を上位の桁上げ入力に接続することにより、任意の桁数の二進数の加算が可能となる。1個の全加算機は、2個の半加算機と1個の OR から構成される。入力が3本存在し、すべて対等に動作する。しかし回路上は3入力が対象になっているとは、限らない。入力 A、入力 B、桁上げ入力、出力。 桁上げ出力の関係を示す、心理地表は次の通り。前述の半加算器1個を再開桁ように、この前加算器を、他の上位桁ように、桁数分だけ組み合わせることによって、任意の桁数の二進数加算器が構成できる。数は6桁の加算器の回路図である。最上位桁から出る C は、単純には、桁溢れ、オーバーフロー、オーバーフロー、オーバーフロー。 キャリーとは判定できないことに注意が必要である。あえて呼ぶなら、エンドキャリー、エンドキャリーとなる。6桁の加算機、左が再開桁加算は、情報処理の基本であるため、高速な情報処理のためには、まず加算機の動作の、高速性が求められる。論理回路の動作速度は、入力から出力までの間にある、基本論理素子の個数が大きく影響するため、加算機における、 この段数を考察してみよう。上記の半加算機では入力 A または B から出力 S までの基本論理素子の段数は2、出力 C までの段数は1である。同様に全加算機では S の段数は4、C の段数も4になる。このことより上記の6桁の加算機では最大の段数となる A 例入力から C 出力までの間は 全加算機 C の段数5半加算機 C の段数イコール4をプラス1イコール21段ということになる。桁数が大きくなってくるとこの段数はかなり大きいものとなるので、各素子の電波遅延の合計の遅延時間も顕著となり、高速処理の大きな障害になってくる。このため、段数を大きくしている桁上げ信号の部分を別に計算することにより、 段数を減らすということがしばしば行われる。この、桁上げ信号を別の論理回路で生成する手法のことを、キャリー先読みと呼び、半加算機、全加算機と、このキャリー先読み回路を含めて、全体を、キャリールックアヘッドアダーと呼ぶ。キャリー先読み方式の加算機具体的には、S1 を生成している、全加算機の桁上げ入力は、X1A0&B0。となり、 S2 を生成している前下3基の桁上げ入力は X2OROR となる。さらに S3 を生成している前下3基の桁上げ入力は X3OR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  o r となる。このように桁数が上がれば回路は飛躍的に複雑になるが、いずれもたった2段で桁上げ信号が生成される。 この方法を用いると、桁数がいくつになってもたった4段しか必要としない、ため画期的な高速化を図ることができる。しかし、必要となる回路素子数が格段に多くなるため、消費電力と回路のコストが大きく、犠牲になる。キャリー先読みを行わない加算器の場合、上位桁の計算は、下位桁の値が決定するまで開始できない。そこで、 全桁数を半分に分割し、回桁の計算と同時に、上位桁の計算を、回桁から上位桁への桁上げの有無双方の二通りについて行う。回桁の計算が完了した時点で、上位桁への桁上げの有無によって、計算済みの二通りの上位桁の値の片方を選択する。このため、上位桁は加算機を二重に用意する必要がある。これにより、 全加算機の数は1.5倍、桁数の半分のビット数のマルチプレクサが必要となるが、計算時間はほぼ半分になる。さらに、上位桁と下位桁を、それぞれ1、2、1、4、1、8と、さらに分割して、予測計算をすることで、究極的には加算機1段分の遅延と、桁数の2の対数段分のマルチプレクサの遅延で、計算が完了する。 桁数の対数に比例する計算時間の遅延が発生するが回路規模は桁数比例にとどまりキャリー先読みのように桁数の指数関数となる大きさになることはない一般に有限桁数の減算は歩数を用いることで加算に置き換えて計算することができるまずは理解しやすいように重心数で考えてみよう 例として4桁同士の5714から2840という計算を考える。この減算を直接計算する代わりに、この式を次のように変形してみよう。5714から2840。イコール57141万から2840から1万。イコール571419999から2840から1万。 9999から2840の部分は7159であるが9999から4桁以内の数字を引く場合には桁がりが発生することはないため他の桁のことを考慮することなく各桁ごとに9から2、9から8、9から4、9から0を行えばよい。つまり足すと9になる数に各桁を置き換えるだけで 9999 99から2840の計算ができることになる。この足すと9になる数のことを9の歩数と呼ぶ。つまり、上記の減算は次の手順で計算できることになる。1、引く、数2840の各桁を9の歩数化する。7159。2、それに1を加える。7160。3、それに引かれる。 数五千七百十四を加える。一万二千八百七十四。四、最後に一万を引く。二千八百七十四。解説の最後に減算が出てきたが、手順三の計算結果は一万以下の数プラス四桁の数の加算であるから一万九千九百九十九が最大となるため、この計算は常に小桁目めを無視するだけで済む。さて、二進数で。 同様の手法を考えると、9の歩数の代わりに1の歩数が計算できれば、減算を加算器を用いて計算できることがわかる。1の歩数とは、足して1になる数であるので、二進数なら、01、10ということになり、これはノットに他ならない。例として、10101から010110という、計算は次の手順で計算できることになる。1、引く。 数零一零一一零の各桁を反転する。十万千一二それに一を加える。十万千十三それに引かれる。数百百一を加える。百万千百十一四最上位桁を無視する。零0一一一これを回路にすると、次のようになる。六桁の減算規模の図では、外部から最下位への桁上げ X への入力を一に、 固定しているが、もしこれが例だったとしたら、出力される結果が1だけ小さいものになる、ということに注意する。多倍長の計算中だったとしたら、より下の桁の計算において、上の桁からの仮があったとしたら、この X への入力を例にして計算すればよい、ということが了解されるだろう。また同様にして、最上位桁の全加算機からのキャリー出力 C は、 この計算全体においてボローがなければ1、ボローがあったら0になる。プロセッサの演算装置では、キャリーやボローの状態について、フラグレジスタを通して、連続する計算の間を引き回すようにする、という設計がよくある。この時、減算時のボローフラグを、加算用のキャリーフラグと兼用し、さらにハードウェアを単純にする目的から、ボローのありなしについては、ボロー U、キャリーフラグは0。 ボローム、キャリーフラグは1とした設計が見られる。以上で説明した加算器は8ビットなり16ビットなりの1ワードを並列に計算するものであった。これに対し、ワード中のビットを最下位ビットから順番に1ビットずつ足していく加算器があり、直列加算器という。 1>, 1個の1ビット全加算機のキャリー出力を1クロック信号を送らせるフリップフロップを通して自身のキャリー入力につなぐ。直列加算機この直列加算機の2つの入力に2個のワードの LSB から順番に同時に入力すれば出力には加算の結果が LSB から順番に出力される。レジスタにシフトレジスタや古くは遅延記憶装置を使った。 計算機と相性が良く、速度が遅いことと引き換えに、わずかなハードウェア資源で加算機が実現できる。ありがとうございます。